はい、それではこちらのクライスラー300のご紹介をいたします。ベース車両は2010年の V6 の 3.5 リッターのクライスラー300です。2008年からクライスラーは、後期になってますけども、日本ではこのマイナーチェンジ後のクライスラー300いわゆる後期が少ないですね。それの最終モデルの2010年となってます。そちらの車を当社にて、フルカスタム出しました。こちらの車ですね、フロントバンパーは当社のカスタムブランドギミックのオリジナルフルエアロが装着されている車両で、バンパーに関しては、約5センチロングノーズになっている、エアロ一体型バンパーとなってます。かつ、画像では分かりづらいんですが、カーボン仕様という形になっています。通常エアロだけ買いますとフロントバンパー16万円ぐらいします。それに合わせてサイドスポイラーもカーボン付きの装着済みという形です。はい、リアバンパーももちろんエアロが付いております。ちょっとこちらオリジナル加工されています。実は、当社のギミックの300用のリアエアロはですね、バンパー一体型とアンダータイプの2種類があります。こちらは純正バンパーに取り付けするアンダータイプが装着していますが、見てください、純正のバンパーに、一体型いわゆるスムージング加工をして取り付けされています。取り付けしている境目といいますか、つなぎ目ですね、これも非常に分かりにくい一体型になって純正っぽいような仕上がりのスムージング具合になっています。そして、これも当社オリジナルの後期専用のトランクスポイラー。後期は、トランクの形状が前期と違います。ハイマウントランプがですね、トランクの方に、取り付けされていたりですとか、形そのものも若干前期と違います。シンプルな作りで、スポーティー感を演出しています。なおこの車、以前東京オートサロンに出展した当社のデモカーでありました。ノーマルで、自社で輸入し当社でフルにカスタム、そしてオートサロンに出展して、当社のお客様に乗っていただいたお車がこの度乗り換えで下取りで入庫しました。はい、そして2つ目のポイントです。この車高を見てください。エアサスペンションを当社で取り付けしました。何台も 300cc、それ以外の車のエアサスも取り付けしていますが、こちらの2010年の300にも取り付けをさせていただきました。ホイールが24インチのホイールが付いています。実際画像ではね、分かりづらいんですけれども、動画で、この車高のですね、落ち具合、フェンダーのクリアランスが確認できれば幸いです。後ほど動画で、上下の作動状況をご案内します。イベントでは非常に目立ちますね。しかも24インチというふうな出来栄えになってます。はい、そしてヘッドライトですね、こちら純正から車外のタイプに変更しています。インナーがブラックタイプで LED が内蔵されている形ですね。イカリング付きです。なおヘッドライト及びフォグ、両方ともすでに HID にも変更済み。サイドマーカーもこういったクリアレンズの LED 仕様に変更されています。ちょっと分かりづらいかもしれませんが、このクロームモール、グリル関係ですね、これも実はですね、ブラッククローム塗装されています。こちらの車ところどころでですね、そういったカスタムペイントがされています。ドアミラーも、実はクロームブラック塗装とい
というような形になってます。クワモール等々も同様です。なかなかこういったスタイルの300は他ではないのでしょうか。先ほどグリルですね、グリルもこれ中身がですねビレットタイプになってます。樹脂製の安っぽいようなグリルではありません。しっかり高級感強度のあるグリルに変更されています。当社のエアロはここの部分がですね通常よりも長いです。5センチ延長されています。フロントバンパーにおきましては、若干飛び石傷が見えます。グリルも同様ですね。全体的に目立つ、大きなへこみ傷や線傷、そういったものは特にありません。今現状ですとリアバンパーですね、この部分に線傷が、あります。磨いて消えるレベルになっています。続いて内装ですね。内装はですね、後期から採用されている黒の、インテリアになっています。ウッド調のパネルも貼り付けされています。シートはレザーシートですね。シワの具合等どうでしょうか。走行距離が8万キロの車両でございますので、その距離相応の使用感のシワはあります。ただ前期とは異なる黒の高級感が、際立ちます。こちらの車先ほどお伝えしたような外装はフルエアロアルミ、24インチのアルミですね。あとエアサスペンションライト周りグリル、いろいろとカスタムされています。マフラーも当社オリジナルのギミックデュアルマフラーに変更されています。それに加えて内装なんですが、こういったツイーターですとか、ちょっと外観からでは分かりづらいですがフロントのスピーカーも、車外のカロッツェリア製のものに変更されています。はい。さらに、暗くて分かりづらいですがナビもカロッツェリアのハードディスクナビサイバーナビが取り付けされています。もちろん地デジも再生ができます。現地で技術支援を行っている日本の専門家かつですね、バックカメラ関係もですね、このようにすでに、装備されています。 ETC ももちろんついています。あと画像では分かりづらいですがこちら、レーダーもルームミラータイプがすでに装着済み。こういったところのですね LED のルームライトこういったところも嬉しい装備の一つではないでしょうか。初めてのキューバです。ドラッグが来てるね。後期はですねこういったドリンクシフト周りドリンクフォルダー周りの作りも内装は異なっています。ダッシュボードの作りも前期と若干異なります。はい。そして天井はですね、非常に珍しい、ツインサンルーフが装着されています。前用と後ろ用というような形になっています。もうすでにフル装備の 300C ですね。はい、リアシート部分になります。リアはフロントシートよりやはりシワ汚れも少ないですね。後ろから見た前ビューですね。やはり黒の後期はいいですね。はい、トランクスペースです。中はですね、荷物を入れられるスペースも残しつつ、
エアサス用のエアタンク、コンプレッサー、そしてその下にですね、パワーアンプ付きのサブウーファーが、インストールされています。見た目も綺麗に取り付けされています。はい、続いて先ほどのサンルーフです。デュアルツインサンルーフですね。今同時に開けてますけれども、前後独立で動かすことができます。はい、でエーサスの方ですね、動かしてみたいと思います。どうでしょうか。まあ、通常走行時はですね、今みたいな形でちょっと上げるようになるかなと思います。かっこいいですね。こちら2010年のクライスラー300 V6 3.5 リッターフルカスタムです。やさついてる300はですね、在庫この1台のみになります。ぜひお早めにご検討ください。